カトリア・ナウゲットは、ステージ名カットダリアとして活動するマイアミ出身の女性シンガーソングライター、ラッパー。活動音楽ジャンルは、ラテンポップ、ヒップホップミュージック、レゲエ。1990年7月29日、フロリダ州に生まれ、キューバ生まれの両親の下で、マイアミビーチで育った。名字にあたるウゲというフランス系の名前は、 フランスの植民地だったレバノンからキューバへ移り住んだ父方の早々父母に由来するもの。カトリアナの両親は子供時代にキューバからアメリカ合衆国に移り住んだキューバ系アメリカ人。そういう両親に育てられたため幼少期からセリアクルスやティトプエンテ等のサルサやキューバ系音楽に日常的に触れる機会が多く彼女の音楽的バックボーンとなった。 作曲活動は15歳頃から開始。ウェイトレスのバイト等でお金をため、2010年頃、より本格的な音楽活動の場をニューヨークに求め、近郊のニュージャージー州ノースバーゲンに移り住み、2011年頃からカットヒュー名義で音楽活動を開始。その後、カットダリアと名前を変え、エピックレコードとの契約も決まり、2013年から、 本格的に楽曲がリリースされ始める。2014年 NPR の音楽番組 ALT Latino はカットダリアの楽曲を1月と12月に取り上げ、2014年のお気に入りアーティストかつ今後の活躍が期待される、注目の女性シンガーだと紹介した。ありがとうございます。